これなんですよ。お弁当なんだ。ホッケ。タンパク質が取れるホッケの一夜干し弁当、うん、これちょっとねマッチョ界でざわついてるんですよ。というのはタンパク質が 46g 入ってる、うん、でカロリーは 481kcal、 多分脂質が少ないんじゃないか、 10.8g なんで、炭水化物 51g っていうことで、コンビニ弁当でタンパク質 46g 取れるってすげえんじゃないか。でホッケプラスこれ多分鶏肉ですね。鶏も入ってんだ。鶏も入ってます。皮も入ってるんですよね。ホッケってこんな高タンパクだったと思った。481だったら少ないですよね。絶対味は保証されてますから、うん、やっぱ調味料系とかね、保存料とかそういうのは入ってはいますが、栄養価で見たら素晴らしいと思います。